と今日は商品紹介ね、ハゲデブ美容師の商品紹介です。まあヘアオイルね、主流はヘアオイルなんですけど、今使うそのヘアセット剤多いのが、ヘアオイルの欠点は、まあ、ベタベタするね、ベタベタしやすくなる。だからその2、3日洗ってない頭になりやすかったりとか、そういう見た目になっちゃったりとか、一番の厄介なのは、まあ油なんで蓄積によって、まあシャンプーしても落ちなくなる。だからシャンプーの泡立ちがだんだん悪くなってきて、汚れが落ちづらい状態になる。それではまず一つと、あともう一個厄介なのがあって、油膜が張っちゃって、パーマ剤が効きづらくなる。あとカラー剤も浸透しづらくなる。なんでよくあるのが、この毎日ヘアオイルを使ってる方ですね。ヘアオイルを使ってる方が結構カラーとかやった時にムラが出やすいんですよ。ここは染まるんだけど、この普段オイルが染み込んでる部分の色が発色しない。なんでそうすると、まあせっかく美容院って高いお金払ったのに綺麗に染まらない。ね、そこの美容院が下手くそなんじゃねえかって思いがちなんですけど、それはお客さんの普段使ってるヘアオイルのせいだったりするので、まあヘアオイルをまあできれば使わない方がいいということでね。はい。だってヘアオイルに変わるものということで、そう、 うちの一応お店で、まあおすすめしてるものが一応このツヤ出しスプレーですね。うん、こちらうちはこのアリミノ酸っていうメーカーなんですけど、このスパイスシャワーっていうタイプですね。これアマゾンとかでも買えます。アマゾンとかでも買える商品になってます。だいたい1500円、うちは定価なんで1500円プラス消費税なんだけど、まあネットだともうちょっと安かったりすると思うんで、これがです。これツヤ出しスプレーって言います。これ何です、これ何に使うかっていうと、単純にサラサラにしてくれるんですよ。うん、サラサラにしてくれるんで、例えば今この、まあこの今マネキン用意したんですけど、まあちょっとこの引っかかる状態ですね。うん、このちょっとこの途中でガッと止まりやすい状態で引っかかってます。まあ、これちょっと痛みの激しい方ですね。こういう痛みの激しい方に対して、まあこれを大体みんなオイルとかつけてサラサラにしようと思うんだけど、この状態の痛みのある髪にオイルつけるとすんごい染み込んじゃうんですよ。どこどこ絡むからもうベタベタになるんで、確かにサラサラになるかもしれないですけど、サラサラっていうよりかはちょっと ベタベタサラサラみたいななりやすいんで、もっとサラッとするんでね。うん、ツヤスプレー簡単なんで、まあじゃあちょっと試しにこれもつけてみましょう。うん、まあこんだけ、まあこんだけハードダメージじゃなければ普通に上からバーってつけるだけでいいんですけど、ちょっとこれダメージ強いんで、まあちょっとめくっていただいて、根元はそんなつけなくていいんで、毛先の方を中心に、毛先の方を中心にこうまあつけてもらうのね。まあちょっと分かりやすいように半分だけやりますか。左右の差を確かめるように、今これつけたんで、これでまあこれで溶かす時も毛先からですね。うん、絡んでる髪は毛先から溶かしてもらうと。パサパサ感が収まるっていうよりかは指通りが良くなる感じですね。このパサパサを抑えるんだったらヘアアイロンもした方がいいですけど、とりあえず引っかからないようにするっていうのではこのやつがいいですね。今こっち側も全然今この普通に引っかかりなくスーッと降りる感じになってますね。串を通して左側は、こっち側は今何もつけてないんで止まっちゃいますね。うん、動かない、ガチッと止まっちゃう、この状態になりますね。はい、なんでこのまあ左右で見てもらってもちょっとね違いが若干わかるんじゃないかな。アイロンしてないけど、アイロンしてないですけど、よいしょ、若干ちょっと分かりづらいですけど、こっちの方がなんとなくちょっとまとまってる感じがすると思うんですよね。絡みが取れたんで、この絡んでる部分だけこっちが浮いちゃってるんですよね。うん、なんでこう触って拭いてつければいいだけの商品なんで、まあ、これ乾いた髪に使います。シャンプーとか全部終わってドライヤーもして、うん、もしアイロンするならした後、うん、コテで巻くなら巻いた後とかね。うん、でもそのコテやる時とかに、例えば先に絡んじゃうから巻きづらいよって人は先にちょっとこれ使ってもらって、でまた仕上げもつけるとかで、ハードスプレーつける方は、まあ、仕上げのこれなしにしてもらって、最初につけるだけにして、巻き終わったらハードスプレーで固めるとか。まあ、そういうふうに、まあ、使ってもらったらいいかなっていう商品ですね、これはね。うん。なんで結構その、スタイリングをしない日でも使うって感じ。絡みを取るためのものであって、一応セット剤っていう名目なんだけど、こっちにセット力はなくて、サラサラにするだけのものなんで、なんでヘアオイルを使ってる方で、そういうベトベトになるとか、まあカラーのムラが出やすいね、汚れが落ちづらい、シャンプーがやたら泡立たなくなっちゃったとか、なんかしっとりしすぎちゃって気持ち悪いとか、っていう人が、まあこの、よかったらね、こちら、まあこのメーカーじゃなくてもいいんですけど、ツヤ出しスプレーってどのメーカーでも物は一緒です。何が違うかっていうと、粒子の細かさ、あと匂い。だいたいこの違いだけなんで、だいたいどれも一緒なんで、物は。
どのメーカーでもいいんですけど、単純にこのメーカーさん安いんで、で、あとまあ一応ネットで買えるものなんで、一応動画に使うにはいいかなと思って、うん、こちらちょっと見せてますけど、スパイスシャワーシャイニングですね。はい。またこの辺に、出しておきますけど、うん、商品こちらですよっていうのをね、よかったら使ってみてください。はい。商品紹介、ハゲデブのためになる商品紹介でした。